皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、3738 T ガイアの動画解説をしたいと思います。この銘柄は昨年の12月からですね、ずっと下降トレンドが続いてきてましたけれども、ようやく3月12日底打ちをしてですね、反転してきております。で、4月の前半はですね、ちょっとボックス的な横ばい的な動きになってきてましたけれども、4月の26日に出来高を伴って大きく上げてきております。野村証券がですね、投資判断のレーティングを上げたというニュースでですね、大きく上げてきてるんですけれども、その後こう2日間調整してきたわけですね。で、またもう1日下げたとしてもですね、ここに転換線がありますので、もしくは雲の上限がねかかりますので、そこでこう反転してくれるようであればですね、ちょっと変則的な上げ三方という形になりますね。この2つの要素を1本と見かけて3日間調整して切り返す形ですね。もしくは多少こう横ばいしてくるようであればですね、変則的な上値遊びとね、見てもいいかと思います。で、まあ、仮にまあちょっと押したとしてもですね、トレンドラインですね、この安値から引いたトレンドラインがありますので、まあ、最悪ここで反転してくれるようであればですね、この4月26日の高値を抜いてくる動きになるのではないかなと思われます。で、4月26日高値を抜いてくるとですね、金額の節目として16万円、あとまあチャート的にはもう17万ぐらいまでしかね、ありませんので、4月26日高値抜いてくると16万17万を目指してね、行く可能性が高いんではないかなと思います。あと、の地高線がですね、一回雲抜けたんですが、もう一回雲入ってきてますので、地高線が再び雲を、ね、抜けてくるか、そのあたりもこうポイントになりますね。で、逆にこう下がってくる場合ですね、転換線基準線も割ってしまって、今度14万切ってくるとですね、この上げがちょっと否定された形になりますので、持ち株があったらちょっと一度撤退もね、14万円切ってくると撤退も考える必要が出てくるかなと思われます。では以上で T ガイアの動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。